せよ、ゆりかです。はい、今日は気ままにねメイクをやってみようってちょっとゆるく撮った動画なんやけど、実はねえりこさんっていうまあ恐れ多いですがファンの方からねお手紙と、実はねリップをお送りいただいて、お返しに何ができるかなと思った時にメイク動画かなと思ったので動画を撮っているっていう流れになっています。初めてね使ってみるものでフィーリングメイクをしていく感じになるので、ね、私のメイクの感覚とか色味とかが好きだよって方はぜひね参考になるんじゃないかなって思います。ではね早速始めていきましょう。スタート。まずデイジークのコンシーラーパレットで軽くね色ムラをカバーしている状態です。1個ね詳しい動画を作っているので、それでねこの色はここだよとか見てもらえると嬉しいです。クッション、今日はこの可愛くない？このロゴがねすごい可愛いなと思うんですけど、ビューティーアニのメッシュタイトアップクッションを使っていきます。でこれこんな風にね中がメッシュのタイプになっていて、ツヤも出るしお肌への密着力がすんごい高いんですよ。24時間ね崩れにくかったよっていう臨床結果も出ていて、こんなにツヤが出るのに崩れにくいっていうのが特徴的になっているメッシュクッションです。こんな感じで、思ったよりねカバー力がめっちゃあるの。商品ページでカバー力もありますよって言うけど、バームとかメッシュタイプ、佐川急便やったわ。今どこまで話したっけ？なんかねカバー、そうメッシュとかバームって結構カバー力に劣るところがねあるんじゃないかっていうイメージというか、今までそういう商品を使ったことが多かったからイメージあったんですけど、塗った瞬間のねカバー力すごいよね。で意外とこう塗っていくときにねなんかペタペタ感とかはなくて、すっごい軽い、なんか今つけたっていう感覚があんまりないのに結構ねカバーをしてくれてます。でね濃いシミとかになるとカバー力を押してるクッションとはちょっとは落ちてしまうので、軽くねコンシーラーと合わせて使った方がいいと思います。毛穴のなんかデコボコ凹凸、肌の凹凸っていうのをなんかね綺麗に整えてくれるなっていう感じはあります。で一応色はね1号2号あって1号の明るい方にしました。パウダーは軽くするかな。眉はねまあいつも通りなんやけど、やっぱちょっと長めをね意識する。てかさ、あと3週間でさペクユリン様のさライブなんよ。ちょっとライブ行く時のさメイクも動画撮れたらいいな。でもねスタンディングで400ぐらいやったよね、多分絶対中間か後ろぐらいやんね。で今日はねそのリップに合わせてアイシャドウをねしていくんやけど、ちょうどね今のティンドンでね届いたやつがこのウェイクメイクのパレット、見てめっちゃ可愛いね。この辺かな使うとしたら、ベースにこの色使っていこう。発色もめっちゃいい。で下も豚で、下の濃い色を取って際を濃ゆくして軽くグラデーション。大好きなこのエチュードのねカールフィクスマスカラをね、オパにこの前オリーブヤングでね買ってきてって言って帰省した時に買ってきてもらった。なんか全然さほら9点でも買えるけど、ちょっと、ね、韓国で買ってきてほしかった。じゃん、ブラックにしました。今までこれの1個前のタイプがね大好きすぎてストックしすぎてさまだ使いよったんやけど、うちのタイプの方がさやばいね、めっちゃ使いやすい。まつげ一本一本を逃さずにねしっかりねマスカラが絡まっていく、マスカラが絡まっていく、絡んでいってまつげに。でダマにもなりにくいし、適量ここにね取られてるから、つけながらまぶたになんかあマスカラついちゃったみたいなことも全然ないね。ピンセットでタワー作っても全然いいんやけどね、なんか適当というかもう本当に毎日するようなメイクとか、朝そんなに時間ないよって時はねこうマスカラ塗って軽くねこの後こうやってするの、こうやってたらね自然とタパがいくつかできる。これとねオリーブヤングでねハチミツ薬価っていうねお菓子薬薬価が今めっちゃ流行ってるんやけど、それも買ってきてって頼んだけどね薬価はどこもね売り切れやったらしい。でこのね次ラメ可愛いからこのカラーを全体にね重ねます。なんかちょっと今日はラメラメさせようかなと思って
まずこの歩道料理マット系のラメを全体に散らして、細いブラシでね、この濃いラメっていうか、いっぱいラメラメなのを取ります。でこれを目開けたこの二重の上らへん、目開けた時にそのまま見えるように線で引く。この入れ方好きなんよね。で涙袋を軽く作るから、ピアノペンシル3番、軽くだけ、なんか涙袋ゴリゴリですよりはちょっと軽くしたい気分で、陰影カラーでライナーと三角ゾーンもちょっと埋めていく。でもう一回このラメをね、小さなブラシにとって目の下に 3,4 点で置いていく。3点にしようかな。チークはこのシリーかな、ブロッサムブラシを使います。ちょっとだけね、こうラメが入ったチークで可愛いんです。で今日はそんなにチークは目立たせんとこうかなって感じで、シェーディングはエチュード。最近ね、韓国ドラマでね、良くも悪くも母親、なんかナップンを待ってるよね、タイトルのネットフリックスで今まだ更新され中のねドラマ見るんやけどね、最初なんか豚の話やんと思ったんやけどね、めっちゃハマる。あれ本当になんかあったかい気持ちになるけんね、見てほしい。最近はね、財閥のもうドロドロ、政治犯罪弁護士みたいな、そういうドラマめっちゃ好きやったんやけどね、久々にねあったかい系よって見られた見せられたやけどね、めっちゃハマってね、今毎週の楽しみになって。でウェイクのメイクのパレットにね入ってる。なんかトレンドってほんとすごいよね。自分がさ、メイクめっちゃさ学ぶ頃のさ、10年前、え10年怖っ、10年前とかはさ、なんか唇にここぐらいしか学ばんかったと、ここですよ、まあ学校で学ぶメイクが全てじゃないけどさ、今ってさメイクさんとかほぼさ、ここめっちゃ入れるじゃん、ここをしっかりやることでボリュームリップしますよみたいな。リップライナーでね、こうオーバーリップ描くのもいいやし、今みたいにねシェーディングとかのカラー使ってもいいんやけど、プラスね、プラスかまあ単独でもいいんやけど、ここを作る時にね、チークカラーでを使うとすごい自然なので、最後にねリップ、もう本当にありがとうございます。あんまりね、あんまりって言い方なんかこれ失礼かも、失礼っていうかあれなんやろうけど、なんかあんまりそんなにこうめっちゃファンレターもらうとかプレゼントをお送りいただくってこと本当に数少なくて、もう私なんかね本当にありがとうって、もう逆にねいっぱい私があげないといけないのに、もう本当にありがとうございますっていう感じでね、もうこちらを今日ねお送りいただいたんです。ディオールのねアディクトリップマキシライザーの26番、めっちゃ色が可愛い。多分これなんかゆりかちゃんにこれ合うかなって思ってくれながら選んでくださったってことが本当にもう感謝すぎてね、どうやってお返ししようと思って、でもお手紙もねもらってね、可愛くない？こんな綺麗なお手紙を、可愛いねシールもついていただいて、なんかメイク動画をきっかけに入ってくださって、でもうなんか本当にこう参考になってますっていうお手紙内容をねいただいたので、やっぱりじゃあこれ使ってメイクして動画上げるのがなんか少しでもお返しになるかなと思って動画を撮ってます。じゃーん、なんかさメイクの雰囲気に合わせたくて、こういう最近韓国でよくあるさ、こうヘアセットあるやん、あれしたくてね、なんかスプレーとかねめっちゃしたりね、ちょっともうなんなら前髪これ切ってきたんやけどさ、練習するねヘアスタイルを、ほんこ大丈夫。じゃあこんな感じでね、今日メイクをしてみました。今日ねこのねリップをとお手紙をねくださったのがエリコさんなんですけど、もう本当にありがとうございました。で本当に勘違いされたくないのは、なんかこうやって動画撮るから送ってねとか、なんかそういうアピールとかではなくて、本当にもう感謝の気持ちがいっぱいで、どうやってねお返ししたらいいんだろうっていうのがこの形になったので、もう本当にみんなはあのメイクをね参考にしてくださったら嬉しいし、このエリコさんがね選んでくれたリップめっちゃ可愛いので、これをね機に26番ねチェックしてみてほしいなと思います。ではね、今回も最後までご覧くださりありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。コロンターメバヨアンニョン。